で釣れる、そうでまた場所ずらしてうまいで、またそうそうそう、またそれを繰り返す、釣れてそう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 、うまい、あいいね、そう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 、あとはその足の幅だけ自分で調整してタンタンで釣れて、そうそうそう、でそう右のボディ打つときにちょっとあの広がってるなと思ったら打つときに右足を前に持ってくれば、はい、はい、入る、そうずれて、でそこで前足持ってくれば、うん、右足を前に持ってくればもっとより多分速くなります。なんでジャブ打ってもらって、そうでそこで右足持ってくる、惜しい、そうっす、ジャブ打つときもしっかり足が多分狭まれば、はい、あの音もいい音になると思います。ジャブでずれてちゃんと右足引きつける、打つ、引きつけて、そうでやると音鳴らす、はい、さっきみたいにね、右足持ってきて、あ今のなんか引きつけがいいと音も変わります、はい、あの多分回転が良くなるのか分からんけど、ジャブでそうそうそう、後ろ足を引きつければいい音になる、そう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 、今のよかった、あと50秒。そういうことですね、マジ。そうそうそう。惜しい。ちょっとだけサンドバッグ、今自分が体中心あるもんで、ジャブ打って少しだけ左にずれるのかな、打ってから。そうそうそう。ちょっとずれて、ね、そう。そう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 。そういう感じの感じ。ああ、いい、いいね、いいね。あ、うまい。あ今のよかったね。でもなんか足スムーズになった、最初より打って動くのが上手くなった、そう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 、ナイス。今のだと引き手に合わせて足動いてるんで、はい、はい、いいと思いますよ。またミッド打ちやるけど、ラストね、おお最後いい音だ。